さあ今宵も行きましょうか。本日の事件は子煩悩パパ転落事件でございます。まさにお金が身を滅ぼす、結果として誰かを傷つける、そういう典型的な事件に私は思えます。それこそ安易な思考、そして身勝手な振る舞い、極悪な人物であることにはまず間違いないと思いますが、少なくともご家族への愛は間違いなく本物だったように私は思えます。別に犯人を肯定しているわけでもございませんが、その辺もしっかりとお伝えできればなとは思います。では行きましょうか。ここからはナレーターである私が担当させていただきます。それでは事件についてご説明をさせていただきます。2007年11月1日、同僚女性が無断欠勤を続けておりました。どうしたんだろうと心配した同僚が無断欠勤をしている女性宅を訪ねることにする。同僚が無断欠勤をしている A 子さんの家にたどり着き、チャイムを押すも応答はありませんでした。仕方がないので管理会社に連絡をいたします。その後間もなく息を引き取った A 子さんが発見されました。室内の状況から第三者の犯行であることは一目瞭然でした。果たして A 子さんに何があったのか、ここからとある男の人生についてお話をさせていただきます。清田達也という男性の生い立ちについて説明をさせていただきます。8歳の時に両親が離婚し、母親は借金取りから逃げるために各地を転々としており、その関係から清田は祖母に育ててもらうこととなる。高校に入学するも中退をする。高校で出会った女性と愛を育みながら一生懸命働き、家計を助けていた。愛する女性を幸せにしたい、祖母に楽させたいと願う青年でした。転機が訪れます。母親から電話が入り、埼玉にいるから来たらと誘われます。ずっと離れ離れだったので、そのことが嬉しく承諾をする。そして彼女と共に九州から埼玉県に移り住む。清田はパチンコ店に就職し寮に住む。給料は関東に移り住んだことにより10万円から18万円と大幅にアップした。移住した翌年には生活も安定してきたので入籍を果たす。そして2月には長男が誕生する。それをきっかけに寮を出て埼玉県川口市内のアパートに入居する。ここまでは順風満帆とも言える人生と言えます。90年に職場を変えますが、この頃からスロットに夢中になり出します。負けがかさみ、次こそは勝つと10万単位で金を借ります。気がつけば借金総額は150万にもなってしまいました。この頃の月の返済は3から4万でした。ある日パチンコ屋の常連に、とび職の方が儲かると言われ、借金返済のために転職しました。けれどもとびは遊び好きの人が多く、むしろ賭博にのめり込んでしまいました。多い時には給料の半分くらい負け、家に入れるお金がなくなり、94年には借金が300万に膨らんでいました。一見するとダメ人間に思えるかもしれませんが、清田は子煩悩で、職場では子供と一緒に遊んだことを嬉しそうによく語っていたそうです。また借金で家にお金を入れることができなくなったことで借金のことがバレます。できたお嫁さんは一緒に返していきましょうと寄り添い励ましてくれたそうです。翌年には運送会社へ転職し、心を入れ替え一生懸命に働き、月38万ほど稼ぐようになります。この間は借金を真面目に返済しており、ギャンブルも立っていたそうです。元来親の借金の姿を見て、自分は借金だけはしたくないと思っていた人間でした。けれども2003年、浪費家の母親に70万貸してくれと言われます。清田は母親を見捨てることができず、毎月返済することを条件にサラ金からお金を借り、70万円を母親に渡します。母親に70万円を貸したことで心が壊れ、ギャンブルを再開させてしまう。2004年にお金を返さぬまま母親は首を吊る。清田名義でお金を借りていたので借金だけが残ってしまったのです。ギャンブルで勝ち続ければ借金が返済できる。完全に感覚がおかしくなっており、さらにお金を借り続け、
気がつけば借金総額500万円を超えていました。闇金にもお金を借りており、職場に取り立てが来たことから会社を辞めざるを得なくなる。そして、ついには離婚に至ってしまうこととなる。それでは後半に向けて、私、今宵でございます。いやー、見事なまでの転落人生と言えるでしょう。まあ、完全に自業自得と言えますが、ただそれで終わらせてはいけないので、まだこの時は自己破産だったり、またはね、そのギャンブル依存という心の病というふうに思えますので、心療内科への通院など、様々な方法というものがあったのではないかと私は思います。では、これから A 子さんと清田の接点は何だったのか、そこに向けて皆様に説明させていただきます。それではまたナレーターに変わらせていただきます。時は少し遡り、2005年。この頃はまだ離婚もしておらず働いておりました。妻に借金はバレてしまったが、一部しか説明しておらず、何としても全部が明るみになる前に返金をしなくてはいけないと考えていた。返金するにはお金を盗むしかないと考え、仕事終わりに住宅街を散策する。偶然窓が開いている家を見つけ侵入を果たす。女性を縛り上げ物色をしていると、強姦目的だと思っていた B 子は、なんだ違うんだしないのという、この言葉が清田の欲求に火をつけてしまうこととなる。清田は行為が終わると B 子に毛布をかけてあげ、泣きながら謝罪した。ごめんねごめんねと、 B 子宅を出る際に必ずお金は返すからという。けれども結局清田はお金を返してはいない。 B さん事件の翌年、 B さんのアパートの真横のアパート C さん宅にも侵入し財布を盗んだ。さらに C さんの部屋で盗んだカバンから入手した鍵で D さんという人物の家にも侵入し金品を奪おうとしたが、これは未遂に終わっている。依然としてギャンブルを行っておりました。清田がパチンコ屋を出て自宅へ自転車で向かっている時、感覚が麻痺しており、鍵のかかってない部屋を探していた。ちょうど鍵が開いていない部屋を発見し、侵入いたします。叫び声がしたので、声の方を見ると、目の前に上半身裸でタオルを巻いたいい子さんの姿があった。騒ぐんじゃねえ。おとなしくしていろ。慌てた清田はいい子さんを縛り上げ、目隠しをする。部屋の物色を始めた。複数の預金通帳のうち一通には残高が100万以上あり、もう一通には50万前後の残高があった。暗証番号を聞き出し、バレないようにいい子さんの服に着替えて、お金を引き出しに行き、合計94万5千円を手に入れる。お金を手に入れた清田は犯行現場に戻り、いい子さんにお金は返すつもりだ、などと告げる。すると A さんからは銀行のカードを渡され、お金ができたらそこに入れて、と言われた。その後も清田は犯行後も部屋に留まっていた。妻が寝る時間になるのを待つためである。そうしたところ、B さん事件同様に E 子さんを強姦してしまう。同じように E 子さんにも毛布をかけ、冷蔵庫の缶コーヒーを飲み、タバコを吸い、吸い殻を缶に捨てた。DNA が検出されるのを恐れた清田は、この缶を持ち帰っている。その後、いい子さんの部屋を出た清田は、渡された銀行のカードを廃棄。お金の返済はしていない。パチンコで手持ちの金を増やそうと思ったがまた負けてしまい、月末には所持金数千円になっていた。そこで、去年入った部屋ならと物色に出かけた清田。B さんの部屋と二つ隣の部屋には女性の下着が干してあり、鍵が開いていた。暗くなったらここに入ろうと決め、夜を待ち、部屋に侵入。清田が部屋にいることを知らない A 子さん、当時26歳が帰宅する。A 子さんは驚き、驚愕から必死に逃げようとするも、清田はカッターナイフで脅し暴行をし、二度と動かなくなった A さんを締め上げ、キャッシュカードと現金8000円と免許証、変装用の服を奪い逃走をする。清田は ATM でお金を下ろそうとするも失敗してしまう。奪った8000円も翌日にはパチンコで使い果たしてしまう。ATM で撮影された画像により、清田は逮捕されることとなります。
サイズ感の問題もあり、明らかに怪しく目立ちますよね。はい、ではね、ここで今宵に戻りたいなと思いますが、清田はこの後、無期懲役の判決を言い渡されております。皆様は清田に対してどう思われましたか？私としては、まあ確かにね、清田の家庭環境は最悪だったと思うし、その借金までさせといて逃げてしまう、そういう母親も大問題だったようにも思います。けれども結局こういうことを行うというような行動を取ったのは清田本人なんですよね。だって簡単に言ってしまえば、パチンコに行かなければよかった、ただ単にそれだけの話ですよ。本当極悪非道、さらに言ってしまえばあの変装すらも安易に思えてなりません。なので無期懲役というのは至極当たり前な判決に思えます。ただこの清田を責めているばかりではなく、個人的に思うのは、そのまあ、まずはね、その被害者となった方にはご冥福をお祈りしたいと思います。またご家族の方の痛みも十分あると思います。ただそのなんて言うんでしょう、清田にも家族がいるんですよね。で息子さんがいらっしゃるんですよ。で清田は本当子煩悩で、毎日抱っこしてあげたり、本当楽しそうに話していたそうなんですよ。父親が犯罪者だからといって、その親から受けていた愛情というものを全否定することはできないと私は思うんです。確かに清田は最悪、極悪極まりない行為というものを行っております。けれども子供に対する愛というものは本物だったのではないかと私は思うんですよね。だって母親みたいに借金取りから逃げて転々とすればいいじゃん、子供や奥さんを置いて。でもしてないですよ。そこを考えていくと、本当に家族というものが大切だったということがわかります。もし息子さんの立場だったら、その親から受けた愛情というものに関してはやっぱり否定はしてもらいたくないし、愛されていたというのは事実だと私は思うんですよ。確かに父親は犯罪を犯したかもしれない、いや犯罪を犯してます。だからといってその息子さんであったり元奥さんまで責められる筋合いはないんじゃないのかなってちょっと思ったんですよ。私はしっかりとその胸を張って、この事件にとらわれずに生活を行っていただきたいなと思います。でそのなんて言うんでしょう、自分がこんだけ大切だった家族、もしそれが奪われた清田はどう思うでしょうか。多分怒る、気が狂いそうなほどに怒ると思うんですよね。清田は自分の手で誰かの家族を消し去っている、その事実としっかりとやっぱ向き合ってもらいたいなと思います。で過去動画とかちゃんと見ていらっしゃる方はお分かりだと思うんですが、無期懲役だからといって出てこれないわけではないんですよ。禁錮刑の最長は30年までしか出せないんですよね。でそれ以上に関しては期限が決まっていない無期となっています。まあ出てきた時ね、もし仮に出てきたとしたら、その家族に会いたいとかそういう気持ちもあると思うんですが、まずはねしっかりと立ち直って一人で歩んでいける、そういう状態になってから、会うにしてもそういう状態になってから会ってもらいたいなと思います。そうでなければ老後の世話を子供であったり元奥さんにさせる、そういうふうに思われても仕方ないのかなとは思いますんで。でもしかしたらね、その被害者の方がこれを聞いたら気を害する可能性も往々にしてあるなと思いながら、あえてやっぱりこういう動画、まあこういった側面、その悪いことをしたけど確かに父親として愛していたっていう、その360度いろんな視野でやっぱ考えていきたいなと思ったんです。悪いことをしたということと、かけがえのない
大切なものを奪ってしまった、それはもう本当ダメだということはもう強く思いますんで、残りの人生全てをかけてやっぱ償うべきだと思います。で、なんでこういうことをちょっと言いたいのかっていうところで言いますと、刑法の概念として決定論というのと非決定論というものがあるんですね。決定論というのはもう本当家庭環境そして遺伝子によってその人が犯罪を起こすべくして起こしたというような考え方なんですよ。で、非決定論というのはそのなんて言うんでしょう、みんな犯罪を犯す可能性というものは秘めていると、だからこそその刑法というものをしっかりと提示することによって威嚇機能とかそういったものを設けて互いにその牽制し合っていきましょうねというような考え方なんです。なんかね、やっぱ親として、僕も親なんで、そのお金がなかったり何か歯車が狂ってしまったら同じようなことをしてしまう恐れもあるかなというようにやっぱ感じてしまったんです。なので多分誰しもそういう要素っていうのは持っているだろうというふうに考えたんですよ。その決定論だけで言ったら、それこそなんて言うんでしょう、犯罪者の子供はいつまで経っても犯罪者っていう考え方になっちゃうじゃないですか。まあ確かにね、個人的には決定論の要素もありつつの非決定論っていうような考え方を私はちょっと持ってはいるんですけど、なので非決定論を前提として考えていった場合、息子さんであったりその奥さんというものは確かに責められる部分もあるかもしれないけど、人として見た場合、その独立している人として見た場合、責められる要素というのはあんまりないっていう側面もあると思うんですよ。感情を消して考えていけば。だからこそやっぱとらわれずに今の人生というものを本当にその尊い人生ですので、しっかりと歩んでいただきたいなというような思いが私の中で芽生えたので、こういうお話をさせていただきました。まあちょっと難しい話だったかもしれないんですが、まあまあまあというようなところで、それではまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。やっぱりね、その誰しもやっぱそういう要素を持ってるからこそ、気持ちを強く前向きにどうすればやっぱり本当の意味での幸せというものをつかめるのかっていうのを考えて、ポジティブにいきたいですよね。ネガティブな要素を取ってしまうと、大切な家族並びに他の人の大切な人、それすらも全部奪ってしまう行動に走ってしまうわけですから。ではまたお会いしましょう。ありがとうございます。